こんにちは、荒木和弘です。令和3年10月29日金曜日のショートメッセージをお送りします。物忘れ、最近非常に物忘れが激しくなりまして、今日もメガネ、まあ老眼鏡ですからそんな大したもんじゃないんですけども、家に置き忘れてまいりました。いつもそういうことやるもんで、事務所だ、大学の研究室だ、それぞれ予備のものを置いてですね、カバンの中にも入れて、やってますんで、まあ、とりあえず支障はないんですけども、もうそんな話、もう山ほどございます。で、まあ、それぐらいなら自分のことで済ますんですね。家の中でですね、隣の部屋行ったときに、俺は一体なんでこの部屋行ったんだろう、来たんだろうとかですね。まあ、そんなことを思い出すことはあるんですけど、まあ、それは別にそれほど人に迷惑かけるわけではない。しかし、まあ、物忘れが激しくなってくると、おそらくこれご覧の皆さんの中でも私失礼した方がだいぶおられると思います。顔を忘れちゃったりとかですね、それからなんかしていただいたのにですね、覚えてないとかですね、まあ、もう、この場を借りてお詫びをいたしますが、そういうこと山ほどあると思います。で、今日の話はですね、社会全体の物忘れということで、まあ、拉致問題の、まあ、風化ということでもあるんですけども、まあ、19年前の、5人が帰国した時ですね、あの時の映像、まあ、報道も衝撃的でした。で、その時のことを覚えている人にとっては、やはり忘れるって言ってもですね、やっぱり何かあればこう思い起こすことなんですね。で、しかし、もうその若い人、私が大学で授業している学生なんかでもそうですけども、もうその頃生まれたか生まれないかという人たちに対しては、これはもう全然ですね、なかなか情報が伝わらない。いくらこう説明をしても、それどうしても、まあこれもしょうがないですね、実感がない。私たちの世代が、まあ、戦争を知らない世代ということでですね、戦争を戦った世代からするとこいつらに言ってもしょうがないじゃないかというふうに思われたのと同じようなもんです。でもこの場合被害者まだ向こうにいるわけですから、忘れるわけにはいかない。で、社会全体の記憶をですね、どうやって、残していくかということなんですね。これはもうその残さなきゃいけないと思っている人間が努力をするしかありません。まあ、だからその署名活動も集会もですね、こうやって YouTube で流したりとか、もういろんなことをもう口コミもですね、そういうことも含めてやっていくしかないだろうというふうに私は思います。で、この間札幌であった21日のですね、ハイブリッド集会で、北海商科大の水野俊平教授が、まあ、言ってございました。まあ、朝鮮半島の文化はやはり忘れない、まあ、しつこい文化なんで、こっちもですね、負けずに忘れないようにしなきゃいけないということをですね、で、もうずっと続けていかなければいけないということを言っておられました。まあ、本当にそうだと思います。で、逆に言えば、向こうからすれば、もう一刻も早くですね、日本人が忘れてしまうことが必要だと。まあ、だからこそ、日本の世論が怖いということも、逆に裏返しにすればあるんだろうと思います。北朝鮮の、まあ、ある、人間はですね、もう横田早紀江さんさえ死ねばこれでおしまいだろうというふうなことを言っていたという話もあります。だから我々それにですね、絶対負けちゃいけないですよね。で、まあ、日本的な美学だと、あんまりいつまでもこうぐじぐじ思ってるのはよろしくない。こうバサッとやっちまった方がいいというふうになるんだろうと思います。で、これ私時々例えで言うんですけども、忠臣蔵、ね、赤穂浪士が、吉良上野介の家に、まあ、打ち入って、吉良上野介を倒してですね、で、後に、まあ、全員みんな切腹したという、まあ、この一連の流れは、もう今までドラマでも映画でも、もう本当にもう、山ほどずっとやってきました。やっぱりなんか日本人のこう、信条に合うものがあるんだろうと思います。まあ、その花と散るみたいなですね、ところがある。で、こう、うちの、幹事長の村尾のお父さん、亡くなった村尾明さんは、まあ、映画とかドラマの脚本家でしたけども、ずっと書いてきたものでですね、東映のヤクザ映画、高倉健とかですね、主役で、まあ、こう、悪い、奴らにですね、こう、やられて、それを耐えてですね、耐えて、最後に、敵の悪い、奴らの組のところへ乗り込んでいって、こう、バタバタっとやるっていう、あっちが、まあ、日本的にはいいんですけども、これですね、
まあ、朝鮮半島的というか韓国的なのかな。まあ、これもし忠臣蔵を、韓国的にやるとどうなるか、ね。これはですね、吉良上野介の家のですね、向かい側に、浅野匠守の銅像を建てるんですね。で、その前でですね、毎週水曜日行ってですね、吉良上野介を打倒するぞって集会をこうやるわけ。で、それから赤穂浪士はですね、全国に散って、いや、実は吉良上野介ってこんな悪いやつなんですよというのをですね、行って回るというようなパターンだろうというふうに思います。だから、日本的な、こう、耐えて耐えてでも怒ってんだぞっていうのは、やっぱり向こうの人に通じないんですよね。ですから、もし、どっちかにしなきゃいけないんです。こっちも忘れないで、もうしぶとくずっとですね、やり続けるというか、そうでもなきゃですね、ズバッともうやっちまうか、まあどっちかだろうと思います。で、今の日本だと、この政府の方針なんかでやってるとですね、ずっとやり続けるのもくたびれるから、まあだん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 忘れてってもらえばいいかなというようなことになって、しまって、もちろんズバッとやるわけではない。高倉健がですね、もうもうこうやられて我慢して、で、相手の国行って、話し合いをして、条件をつけずに話し合いしましょうって言って、帰ってくるというだけの話ですね。これじゃ全然ドラマにも何もなりません。もう徹底的にずっとやり続けて、そしてもう相手がぐうの音がもう出ないまでにするか、それともこちらがですね、ズバッとやっちゃうかどっちかだろうと思います。で、この間ずっともう15年ぐらいですか、松本京子さんの拉致認定以来、一人の拉致認定もしてないんですね。これ、やっぱり認定が例えば進めば、当然ですね、世論は高まります。マスコミ報道せざるを得なくなる。なんだっていうことに当然なってくるわけですね。で、日本政府としてはそれしたくないんです、要は。したくないから、いつまで経ってもですね、認定の有無に関わらずっていうだけで、先へ進めようとしない。で、認定できないんだったらできないで、もう様々な形でやりようがあります。で、政府が動いてこの人なしだとかいうようなことをですね、表にどんどん出して、で、この事件はこうなんだと。まあ、せめて、例えばもうその認定している人たちのことをですね、この人たちはここでこういうふうにやられたんですよ。まあ、そういうことをですね、明らかにするだけだって世論は盛り上がります。で、そうすれば、もうそんな、もうつまんない、政府の行事にですね、ものすごい、何千万とか金かけるよりはですね、はるかに効果的、だろうというふうに思います。あ、つまんない行事って言って、失礼しました。まあ、その予算消化のためにですね、お金を、同じようなことか。まあ、ともかくですね、金使わなくたって、マスコミが報道してくれるし、国民が、知って、で、そうすると、ここで記憶が、社会的な記憶がですね、継続するということにつながるのではないでしょうか。まあ、それをともかくですね、やらせるようにしていかなければいけないと思ってます。まあ、ぜひみんな忘れないでですね、一人でも多くの方に伝えていきましょう。今日もありがとうございました。